シャツあったらさ、シュラクのあのさ、ザコティとかでも使えるじゃん。中に、パーカーの下に着るやつとかで。でもそれをこのプリントしちゃったら絶対着ないから、シュラク。なんだよ、これってなるから、絶対に。ハッシュタグ、イバヤシ軍団みたいな、シンプルに、なんか。これちょっと、ここら辺、ここら辺、そうそう。ハッシュタグ。ワンポイントみたいな。そうそう。で、俺らの、あの、なんか誰かが、サポーターが描いてくれた俺らのイラストみたいなのあるじゃないですか、ちょっと可愛くキャラクターっぽく描いてくれてるやつ、あの4人のやつがポン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 っていう風になってて、ハッシュタグ、はい、イバヤシ軍団みたいな T シャツとかだったら可愛い、ギリ確かに可愛い、じゃあそれだけ、うん、さあもうそうちょっとデカめにハッシュタグイバヤシ軍団とか描いてくれたらお願いします。そのダサいところがかっこいいみたいな感じじゃないですか。こんなにそのかっこよくしすぎるともうなんか違うもの、何これみたいな。レールが話したらこうなんだよ。違うのよ。誰も美穂半島を描いてとかカーパーブランカとか1ミリも言ってない。1ミリも言ってない。1ミリも言ってない。その美穂半島をエンブレムに入れるとか1ミリも言ってない。じゃあでもこれ逆によくこんな思いつきましたね。逆にそうだから俺が与えた情報をゼロでかけた後に全部足したみたいな感じ。俺らじゃあ俺らが15ぐらいをパンって渡したとしたら、それを15かける0に1回して、1回0にしたのをなんかそこにダダダダダダンって足してった感じになる。そうなるともう全く別物になる。そうだからね、ちょっとこの間言いましたよね。ちょっとこれ1回だって俺なこれ何と思ったの。普通に出直してますっていう、はい、もう一回出直してお願いします。すいませんでした、ありがとうございました。あ、いいんじゃない。で、どれで行くかってことだよね。そうですね、それをもう違和感的にどれが行く。俺こっちの方が好きなの。そうだよね、こっちのね、可愛い系の方がいいですよね。これ可愛いね。これ可愛いですね。俺は2か3かなって。違うじゃないですか。3じゃないですか。じゃあ3、これこっち、これにしようかな。はい、硬くない方がいいんだよね。そうですね、あのね、ハッシュタグとかぶるからさ。そうですね、ちょっと砕けた感じになるんで。こんにちは。あ、白崎くん、何しに来た。え、どうしたの。え、汚れた。いや、じゃあ、開いてたから。開いてた、覗いてきたんだけど。いや、なんか作っちゃったからさ。ねえ、金曜日だからさ。作っちゃった。そう、作っちゃったんだよ。おめでとうございます。ありがとうございます。え、これ、みんな、俺だけ一旦しなくて。そうで、俺らの分は後からまたもらえるらしいんで。デザインどう。デザイン、いや、デザインいいんだけど24番いる。24番いますよ。24番いる。いるんすか。いる。あ、必要かってことですか。まあまあまあ、どうすか。一応ね、すごい可愛いと思います。それ裏もちょっと可愛い感じなんですよ。そのシンプル、え、めちゃくちゃいいじゃん。え、これ、これ俺がだけ手に入るの。まあなんか、え、グッズ化されるんでしょ。そうです、販売します。今週かな。そう、だから大丈夫、バズんない、これ多分。マジで多分売れる。これマジでバズるよ。はい、ちょっと、え、あんじゃん。はい、2人も来ていただいて。え、結構可愛くないですか。え、マジバズっちゃうよ、これ。かわいい。かわいいですね。かわいい。結構デザインこだわられてて。そう、結構こだわってます。ヒワ君めちゃくちゃ似てるやん。そう。もうヒワ君まんまやん。結構なんかちょっとかっこよくなる。え、こんなかっこよくないよ。こんなかっこよくないんだけど。こんなかっこよくないって。こんななんか。一応でも、菊池選手分もあるんで。菊もね、頑張ってると思うんで、向こうで。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、お誕生日おめでとうございます。